南極ボーストーク湖の表彰コアに記録された過去40万年間の気温二酸化炭素濃度、ダスト量の変化。スクリップス海洋研究所が測定し公表しているキーリング曲線と呼ばれる地球大気の長期間にわたるに酸化炭素濃度測定グラフ北極の海氷は毎年冬にかけて成長し夏にかけて溶け通常9月頃に最小になる上記のマップは 北極圏の氷が2012年と1984年に最小になった時のサイズを比較したものである。北極圏の海氷の減少気候変動は様々な時間スケールにおける気温、降水量、雲などの変化を指し示す用語として広く用いられている。特に環境問題の文脈では地球の表面温度が長期的に上昇する現象、すなわち地球温暖化と その影響を包括的に気候変動と呼ぶことが多い。気象学の用語としては本来、平年の平均的な気候が長期的な時間スケールで変化する現象は気候変化と呼ばれる。気候変動は平年の平均的な気候からの変差という意味で用いられ気候変化とは区別される。しかし近年では2つの用語を混ぜて利用したり、独自の定義に基づいて、 用語を使い分けたりする場合もある。例えば、国連のアンフッシシーでは、クライメートチェンジという用語が人為的な変化、クライメートベリアビラティが非人為的な変化に当てられているまた、IPCC においては、同じクライメートチェンジという用語が人為的、非人為的変化の両方をまとめて表記するために用いられ、日本語訳においては気候変化と表記されている。 地球規模の気候を決める要因には気候システムに内在するものとシステム外からの影響による外部強制力がある。気候システム内では大気や海洋が物理法則に従って相互作用している。例えば大気海洋相互作用によって起こるエルニーニョ南方振動は気候システムに内在した変動である。一方、太陽活動の変動、地球の公転軌道の変化、 火山噴火によるエアロゾルの増加、海塩粒子、土壌性アロゾルの発生などは、自然の要因による外部強制力である。温室効果ガスや大気汚染物質の排出、森林の伐採や土地利用の変化など、人間活動に由来する外部強制力もある。気候変化とその要因としては、以下のような例がある。ある要因が気候を変化させ、その変化が、 要因の影響を増幅する場合、気候には性のフィードバックを起こすメカニズムが備わっていると考える。逆に減衰する場合には負のフィードバックが備わっている。温度上昇による放射エネルギーの増加という強力な負のフィードバックが存在するため、仮に地球温暖化が進行しても性のフィードバックが暴走する可能性は低いものと考えられている。 IPCC 第3次報告書の第7章では、より詳しくフィードバック機構について議論されている。ただし、永久凍土からの二酸化炭素放出など、現時点では、不明な点が多い性のフィードバック機構も存在する。性のフィードバック効果の例としては、次のようなものが挙げられる。負のフィードバック効果の一つに、大気から二酸化炭素を吸収する地表や、海洋や、 生物圏などの自然の貯蔵庫の存在がある。このレベルのフィードバック効果の存在からは、大気中に排出される二酸化炭素は人類起源のもののみと単純に予想されがちであるが、気温の変化と大気中の二酸化炭素レベルとの関係については説明が難しい。例えば、気温の上昇により土壌の炭素が減少したり、気候の変化が 熱帯雨林を減少させたりする可能性があるため、負とは断定できず、まさに働く可能性も考えられている。生物の負のフィードバック作用については、生物ポンプ仮説が知られている。自然起源の因子過去の気候変動において、内部因子が重要な役割を果たしたのと同様、自然起源の外部因子も重要であるのは明らかである。太陽放射量の変化自然の外的要因で最も、 主なものは太陽活動による放射量の変化であるが地球に届く。太陽放射量は地理的、時間的に分布に均一ではない。太陽放射量は太陽周期により短い時間スケールで変化し、地球軌道の周期的な変化によって100年から1000年のスケールで変化する。さらに長い時間で考えると太陽自体が熱くなっていくという現象が加味される。 天体活動が地球の気候変動に与える要因として、他にもいくつかの気候が提案されている。例えば、赤道、順二年周期振動と太陽活動の関連や北極振動と太陽活動の関連などである。月の潮積力の変化とエルニーニョ、ラニーニャとの関連も指摘されている。これは、月の潮積力が熱炎循環にも影響を与えるためとも言われている。 二酸化炭素地球の現在の大気は2、酸化炭素濃度が 370ppm であるが、過去6億年のほとんどの間、大気中の二酸化炭素濃度は6000から 400ppm の間で変化しており、過去40万年間では 300ppm より低かった。過去の地質時代と比べて、現在の大気中の二酸化炭素は非常に少ない。 6億年前から現在までの地球史の中でに、酸化炭素濃度が 400ppm 以下なのは、石炭期と現在の第4期のみである。自然起源による変化の例表記、魔表記の10万年サイクルは、自然の外部因子による変化の一例である。過去1000年の広範囲にわたる2つの出来事として、気温が比較的温暖だった、中世の温暖期と寒冷だった、 小氷期と呼ばれる出来事があったが、人為的な要因はその時代では小さいと考えられるので、これらの変化は自然的な原因で起こったとされる。小氷期については太陽活動の減退か火山活動の増加によるものと考えられるが、中世の温暖期についてはまだはっきりとは判明していない。少数の研究者は1860年以降を見られる温暖化は、 商標機からの回復過程という自然の原因によるものではないかと主張している。人類活動に近する要因人為的な要因とは、環境と気候を変化させる可能性のある人類活動によるものを指す。最も大きなものは、ヨーロッパで起こった産業革命以来、化石燃料を燃焼させる過程で大量に放出された二酸化炭素であり、 そのほとんどは1945年以降の放出である。他の要因では森林の減少、地表のアルベドを変化させる農業他の土地利用、炭素サイクルやメタンの生成への影響、人為物質エアロゾルの放出が考えられる。人為的温室効果ガス人為的要因の大きなものとしては温室効果ガスがあり、その排出量の増加は温室効果をもたらす。 産業革命が始まって以降、大量の人為的な温室効果ガスが大気に放出されている。IPCC は1750年以来、二酸化炭素濃度は31%、メタンは151%、窒素酸化物17%、大流圏のオゾンが36%増加し、人為的な二酸化炭素の多くが化石燃料の燃焼により生産されている。 メタンガスは家畜や燃料、米の生産でも増加し、湿地などから自然要因で放出される量の66%程度であると発表した。提案されたそれぞれの相対的な重要性は興味の持たれる時期によって違い、例えば人為期限の因子は1750年以前の気候変動には取るに足らないものであると予想される。 もっともこれは最近ではラディマン・ラガデイ論を唱えており、8000年前からの森林伐採や稲作が二酸化炭素やメタンレベルを増加させていると述べている。シュミット他はこれに反論し、メタンの記録からは人為的な面での重要性は考えられないとしている。とにかくその重要性は含まれる因子の定量化を通して評価することができる。 外的要因に対する内的要因の応答は、より優れた気候モデルを使った気候シミュレーションで見積もることができる。外部要因の影響は放射強制力という考え方で比較される。放射強制力が惑星に対してまさに働けば温暖化、負に働けば寒冷化を引き起こす。その単位は面積あたりの仕事量ワットマイ平方メートルで示される。IPCC の 第三次報告では放射強制力の現在の気候に与える影響を取りまとめて報告している。地球温暖化への対策、エネルギー供給面での緩和技術の研究が行われている。1995年3月28日にドイツのベルリンで第1回気候変動枠組み条約定約国会議が開催され、1997年12月、 京都で開かれた第3回気候変動枠組み、条約定約国会議で気候変動枠組み条約である京都議定書が採択された。2015年11月に京都議定書に代わるパリ協定が第21回気候変動枠組み、条約定約国会議で採択された。2014年国連気候サミット、2019年国連気候変動サミットも行われている。また、 2019年国連機構変動サミット直前の9月20日にグローバル機構マーチが呼びかけられ世界中でデモが行われた。ありがとうございます。